こんにちは。今日はトリマテーブルの紹介です。天板は 2.3 ミリの黒革鉄板です。両臂のトリマーです。これが連動のコンセントです。トリーマー分、集塵機、ルータービットの収納、集塵ホースです。ここがスイッチです。集塵機とトリマーが連動して動いてます。木製フェンスを作りました。後ろに蝶ネジでフェンスのロックをします。裏面に集塵ホースを取り付けます。さらに箱内部の集塵ホース、ちょっと見にくいですね。これが裏のホースはスイッチ連動はしておりません。ストレートビットがついてます。試し切りです。ここにこれだけ切り子が出ました。フェンスの囚人を違いますね。ストレートビットが
の溝彫りが一番切り込んでる作業です。角彫りにすれば全て習字にされています。この状態で粉絵を見ています。この量の切り粉です。今度は粉絵の囚人を取り外して フェンスの囚人はつけておきます。結構溜まってます。
一口コンセント入れとった。なもんかな。これがメインスイッチ。メインスイッチからなんだ。このコンセントを起動させる。電源がスイッチとコンセント、コンセントから、一つはトリマー、一つは電動コンセント、電動コンセントから、あ、電動コンセントから集電器、これいらないんだ。こんな感じで配線しましょう。今回テーブルにつけるトリマーはこれを使用しますが、これは新しくバージョンを上げたものなので回してみます。ここに空気口が開いてます。このようなものが入ってしまう恐れがあります。ここにとりあえずは熱湯を張ろうと思います。
今日はトリーマーテーブルの紹介でした。